あれが PVP ですよ、せっかくなんで話しますと、はい、まあ何にしても不具合が多すぎた今回、うん、はい、でまあ最初からね、うん、表っていう人はもうずっと思ってたわけですよ。いやずっと一生言ってましたね。これもう本当難聴なんかその筆頭格なんだけど、はい、悲惨ですよ。悲惨ですか。もう受ける僕もねだって1手目の団長のターンまでに1分ぐらい待ってますからね。それは長いですね。でまあ団長が攻撃します。で僕が攻撃します。また30秒ぐらい待ちますからね。操作中です。よくやるなと思っちゃう逆に。まあ1回の数が多いぐらい。いやほんとほんとだから大変ですよ。団長が本当に一戦消化する間に志保さんなんか3戦ぐらいできちゃうんですよ。まあ本当極端に言うとね。極端に言うとそういうこと、はい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 、だからもう本当これはもう以前からアプリ落ちをすると言ってる人たちはそのまま継続されちゃったわけです。でこれが治らなかった、うん、であと、更新がありました。メンテがありました1回、うん、で僕が前回に言った今、武器のパーティーコピーがバグってるよって言ったじゃないですか、うんうんうん、ありました。あれが治ったんですよ、はい、更新によってね、うんうんうん、でフェーズ2に行ったわけですけど、はい、そっからの不具合、はい、僕はありました。あ、その更新に来てから。そうです、はい、これ何かというと、はい、フェーズ1まではなかったことが2で起こるようになったんですね。なんかありました、ね、これね対戦してます、うん、真ん中に小さく赤い文字で再接続中って出る。なんか怖っ。これするともう終わりです。もう要するに僕が落ちてるんですよ再接続中。そうだから団長たちの思いとはまた別問題なんですね。なんだそれ。ほうこれを僕ねフェーズ2の中で10回まではいかないけど 6,7 回やった。再接続。そう怖っ。もうこれが出た瞬間にまたうにょうにょして復旧するともう負けの画面が出るんです。あ、怖っ。これはちょっといただけないな。お気の毒ですね。だからこれ更新されたことによって起き始めたんです今度。へえ、そうなんだ。ねもうこれやったらアウト。だからもう本当にいい戦いしてたとかもう勝ち株の状態でそれなってこらない。うわ終わりですこれ。デレ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 。それともう一つ一番の問題、これは団長もそうだったらしいんですけどボタン効かなくなっちゃうんですよそれもどういうこと。要するに動かせるんですキャラは、うん、ただスキルのボタン何も押せない。タッチ待機もできない。いや何もできない。オートボタンも押せない。ただキャラを動かせるだけ、うん、で最終15秒の時間切れになってまあオートになっちゃうんですね。無駄な時間だな。いやそうそうそう。この不具合がまあそうですね1回のその2時間2時間枠とかあるじゃないですか。3回ぐらい来ます。結構よ。いや来ます来ます来ます。おこれが起きた時はちょっと1回休むんだけどねもうこれも本当にいいところでなることが結構あって。いやだなそれ。おうまあこんなのが結構たびたび見舞われたと。割とも、ね、イラっときますよ。まあねもうあとワンパンで、まあ、こいつを倒せるってところでボタン効かないんですよボーストオートで何するかというと、はい、今こいつに状態異常入れたいのにボーストワンパンしに行ったりするんですね。そこじゃないよってやつ、ね、そうこうなっちゃう。これでまあ勝ちゲームをどれだけ逃したことか。これ結構致命的なで、ね、致命的です、はいはい、だから何が原因で起こるのかちょっと分かんない。だから僕の中では、はい、ワンチャン熱で来てっかなっていうのが。あ、まあね今暑いし、うんはい、充電僕結構差しっぱなしでやってることとか多くてこういう時に来てんのかなとか、うんうんうん、若干思ったりもするんだけども、まあ、何時してもタクとかちょっとね電池消費がすごすぎるんですよ、まあ、今重いですからね。ね、はい、でだってもう充電器差しっぱなしでやっててもマイナスになっていくんだからこれひどいもう一生回復しねえと、うんはい、だそんなのもあってね、はい、だから本当になんつんだろう、うん、ちょっと無駄な試合をしたりとか、うんうん、ちょっとそういうことが多くて、うんうん、で何してもやっぱりねスピード漏れしないと。で僕は大体ほとんど固定パーティーとかにしてほぼね2点目ぐらいまでオートなんですよ。へえ、うん、だからじゃないとほら何もできないから。どういうことですか。この2時間画面見っぱなしは僕の生活の中ではきついから大体2手目ぐらいまではオート。大体同じ行動するんですよ、はいはいはい、2手目で、ね、そこからちょっとオートを止めて考える。であこれはいけるなと思った時はもうそのまままたオートしちゃうんですね。だからじゃないとだからもう本当に画面テレビとかなんだとか見たり、うん、まあなんか仕事をちょっとちょこちょこってやりながら、うん、やってるっていう感じなんで、でよっぽどそこでなんか知り合いだとか見つけた時に解除する、はい、やろうかみたいな、まあこんな感じでやってたんでね、はい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 、だからそれにしてもせっかくやった時にそうやってね防弾が効かねえとかそうなってまあね。だからもうぜひちょっとぜひというか本大会が始まった時にはちょっとこういう思いだなんだとかの全ての不具合を解消しない限りはちょっと本大会はやんない方がいいんじゃないか。そうですね15秒以内にそのねバグが解かれるわけでもないですし、ねうん、でも一応もうそろそろ始まるみたいなね、うん、話がありますね。でなぜこのねボタンだけが効かないのか動かせるのがまた不思議でしょ、うんキャラを動かせる、はいはい、下のタップで効かないのがね、そうそうそう画面触れてるわけですから。
そうなっちゃうわけですよ。だからまあ本当に、うん、ちょっとそういうのも全部解消して、はい、みんながみんな平等になったところじゃないと、うん、次はやっちゃいけないんじゃないかなと。うん、確かにね。今回どう見ても本当に2周年の目玉として、はい、ギルド大会と PVP やって、はいはい、中身すっかすかだったからね。まあまあまあ、それはずっと言ってらっしゃいますけども、本当にだからこそ、うん、あぐらかぎかいちゃったんだから、そのあぐらかいたこの大会に関しては PVP に関してはもうちょっとサクサクしてサーバーを大きくするとか、うん、なんとかしてみんなが平等にできるような状態じゃないと、うん、ちょっとねみんながみんな楽しめないというか、そんなになっちゃうわけですよ。まあまあ、まあ、プレイ大会だったら、うん、今度からも大丈夫ですよ。そうそう、だから全員集合さんと同じ携帯にすればいいだけの話です。まあ結果的にはね、うん、まあまあそういうことですよ。はい、はい、まあそういうちょっとね、これもありましょう、うん、まあ本大会楽しみにしましょう。はい、どうもあざした。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。